ワン、ツー、スリー、ワン、ツはい。では、今回はですね、Take 5という曲の、出だしの部分ですね。出だしの部分のパターンの解説をしたいと思います。で、今、タブ譜が出ておりますけれども、使うコードはですね、Em と Bm7 の2つだけです。で、まずはタブ譜の最初の部分で、押さえ方を、まず確認してみましょう。まず E フラットマイナーですけれども、非常にオーソドックスな形ですね。人差し指、5弦から下まで全て制覇してですね。で、あとは4弦8フレット、薬指。で、3弦8フレット、小指。で、2弦の7フレット、中指。という感じですね。で、これはまあ1弦は鳴らさなくてもいい感じです。ですから5弦、4弦、3弦、2弦ですね。で、こちらは、指弾きになりますので、まず5弦親指。で、あとはそこから下、人差し指、中指、薬指ですね。ですからこれをまずは同時に、綺麗になるように練習をしてみてください。で、二つ目のコード、Bm7 ですけれども、私の場合は6弦6フレットを中指。で、あとの4弦、3弦、2弦はすべて薬指で押さえています。で、注意点は5弦を鳴らさないようにするということですね。で、右手は6弦が親指。で、あとは4弦人差し指。で、中指3弦。で、薬指2弦という感じですね。これもやはりバラバラにも綺麗に弾けて同時にも綺麗に弾けるというふうに練習をしてください。ですからまずはこの E フラットのマイナーとで B フラットマイナー7この2つをですねこう速やかにチェンジができるようにまずはこれの練習をしてみてください。では実際にこのフレーズを弾いていきますが、ゆっくり弾くとこんな感じですね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。これの繰り返しになりますね。で、まずはですね、E フラットマイナーから始まりますので、先ほどやりました形をもう、この方も作ってしまってですね、で、最初は5弦、1本だけ親指で弾きます。で、その後、4弦、3弦、2弦を人差し指、中指、薬指で弾きます。ですね。で、このフレーズですね、注意点としては全てですね、跳ねたリズムで弾くっていうのが大事な点です。で、何も考えずに譜面通りのリズムで弾いてしまうとこうなりますね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。こういう感じで弾いてしまうともう Take 5っていう曲に聞こえないですよね。ですからここで注意点は全て跳ねて弾くっていうことです。跳ねっていうのをちょっと意識しながら聞いてみてください。こんな感じになります。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。という感じで、まずはですね、一拍目だけを使って、これで跳ねるっていう感覚をまず練習してみてください。で、跳ねるというのはですね、普通に8分音符2つというのは、ドンチャン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 になりますが、まあ、わかりやすい何かこう、跳ねたリズム、ご自分でイメージできるものをちょっと考えてみてください。例えばこう、馬が小走りしてる感じですね。タッカ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 とか。あとはなんか祭り囃子のタンタ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 とか。ちょっとそういうのを跳ねたリズムの、まずはイメージ
していただいて、そういう感じの跳ねたリズムでまずこの1拍目だけを弾けるように練習します。ですから1拍目ばっかりですね、ちょっとループさせて弾いてみると、跳ねた感じだとこんな感じですね。でもっとこう跳ねた感じを出したかったらですね、2つ目の音のこの3つの和音ですね、これを出した瞬間の音止めます。タンチャット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 。で止め方はこちらでパッと押さえに行って止めてもいいんですが、こちら右左手押さえてる指をスッと力を抜いてですね、音止めてしまいます。で跳ねたリズムっていうのはですね、まあ分かりやすく言うと3連符、3つ音があるうちの最初の2つをくっつけた形ですね。ですから3連符だとタッ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 タですけど、この1と 2個目をくっつけた形になりますので、タタ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 、これがまず基本だと思って練習をしてみてください。ですからこういうシャッフルといってもすごく微妙なノリとかもあると思うんですが、まずはきっちりですね、3連符を思い浮かべて、タンタッタンタッタンタッタンタ。ですからそれをきっちりフレーズに置き換えてやるってことですね。タンタッタンタッ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 タ。3連符タッ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 タ。これが8分音符がずっと連続するリズムだとこんな感じですね。タンタンタン。跳ねたリズムはタッ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 。からこの曲の場合は全部跳ねたリズムで弾きます。でも譜面を見ていただくとですね、跳ねたリズムきっちり意識できるっていうのは1拍目と2拍目がはっきり意識できますね。で3拍目4拍目5拍目っていうのは全てですね四分音符になりますので、その中で跳ねたリズムを感じるっていうのはなかなか難しいんですね、最初のうちは。ですから最初の1拍目2拍目のところで跳ねたリズムっていうのをきっちり感じれるようになるまで練習をしてみてください。であとはですね、押さえるところですけれども、まず2拍目までは、で2拍目の8分9分ですね、ここのところはちょっとノイズを出すような感じでパッと弦に当てて、まあ、1拍目の2つ目の音のこの和音を止めにいってる感じでもいいですね。ですからちょっと休みのところもノイズを出してやる感じ。ドンチャドドンチャドって感じですね。ドンチャド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 。で、3拍目はまた和音ですね。4弦から8、8、7フレット。まず3拍目まで弾けるようにしましょう。ドンチャドチャンドンチャドチャンドンチャドチャン。でラスト4拍目5拍目は B フラットマイナーセブンに移ります。で最後は6弦ベースとで4弦3弦2弦の和音ですね。ここは四分音符ですので、ドンチャンというふうに弾くようにしてください。ではもう一度続けて弾いておきます。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。という感じですね。ですから全体的な注意点というのはやはりこの和音のところ。全て切ってますかね。切った方がいい感じが出ると思いますね。これを全部伸ばすとおそらく変な感じになりますね。まあ、2拍目の頭休みですので切らないといけないんですが、やはり伸ばして伸ばしてやってしまうとなんかこう間延びしてこうなんかノリが出ないですね。ですから全部切る感覚でやるのがいいと思います。
とはちょっとリズムに変化をつけるアイディアとしては、4拍目の6弦の6フレットですね、この音も切ってやるとかですね、そういう風にするとちょっと変化つけれる感じがしますね。という感じになりますね。で、あとはですね、4分の5拍子になりますので、出だしの部分自分でですね、カウントを取るときもやはり5つ取ってからやるっていうのが、まあ、基本ですよね。それでないとですね、5拍子なのに4つカウントを打ってやるっていう風になるとちょっと不自然な感じがします。だから5拍子ですので 1,2,3,4,5 と数えて入ってもいいですし、それを分割してですね 1,2,3,1,2 で5つ数えても構いません。だからこのあたりはまずはですね、ご自分の入りやすい数え方でやってみてください。で、この Take 5という曲はジャズの曲の中では非常に有名な曲なんですけれども、まあこの今やりましたコードのパターンもそうですが、テーマですね、テーマのメロディーっていうのも非常にかっこいいクールな感じのメロディーなんですね。で、こちらのメロディーの方もですね、 Take 5をいろいろな方が演奏されている動画とか音源っていうのがネット上にあると思いますので、それを聞いていただいてですね、そのメロディー、テーマのメロディーの部分を耳コピするっていうのも非常にいい練習になりますので、ぜひそちらも挑戦してみてください。こんな感じのメロディーになりますね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツのメロディーが続きます。ぜひ耳コピー挑戦してみてください。1,2,3,1,2,1,2,3,1,2